バン・イエダムは韓国の歌手であり、男性アイドルグループのTREASUREのメンバー。YG エンターテインメント所属。ソウル特別市生まれ。父親は作曲家で、日本のアニメーションでは、ポケモン、ドラゴンボールなどの韓国版番組のオープニング曲や、CM やアニメーションのような曲など40曲以上を手掛ける。母のチョンミヨンは、韓国のドラマ、フレンズや映画、アフターショー終了後、サウンドトラックなどを歌う歌手。叔父のバン・ヨンソクは、商業映画産業の作曲家及び監督として知られる。本人は一人っ子。5歳の時に EBS のテレビシリーズ、ブンブン E のオープニングソングと日本のアニメ、お願い。サミアドンの韓国ダブ版に参加。2007年3月5日、彼は、EBS のドキュメンタリー、15セカンドフィーバー、ホールドザワールドを両親と一緒に初めてテレビ出演。その後、SBS のオーディション番組、K-POP スター2で準優勝。2018年11月から2019年1月にかけて、VLIVE、YouTube、JTBC2 で放送されたデビューサバイバル番組、YG 宝石箱を通して、YG エンターテインメントの練習生29人の中から選抜された12人によって結成された。TREASUREに所属している。韓国人8人と日本人4人で構成されている。2020年6月にソロデビュー、2020年8月7日からTREASUREとしてデビューした。ありがとうございます。